最強ビール最強つまみやっていきます。今日はこちら贅沢麦芽サントリー金麦夏の味。ちょぐい飲みでやるか。よいしょっと。いただきます。うまっ。さっぱりさっぱりしたって感じですね。さっぱりした味わいです。レモンサワーどうしようかな。レモンサワーあとにしよう。でですね、今日のつまみは、こちらでやっていきたいと思います。地産地消トウモロコシ2本、1本は明日食べます。ではトウモロコシ剥いていきましょう。あんまり甘くないのかな、どうだろう。育ちは そんな良くないな。4分半かな、4分半電池にしていきます。そうめん食べようかな。
食べようか。よっ。そうめん食べます。あー、うまっ。よし、鍵外したか。今日食べるそうめんは残り、手延べそうめん小豆島の残り2束と、漬け汁はこちら、なにわ監修、のろし監修、つけ麺ラーメンで合わせて食べていきます。よし、では麺を茹でていきましょう。
つまみがない。いや、電子レンジには今熱々のトウモロコシが入ってるんですが、とてもとても熱くて取り出すね。今からそうめんというつまみを作ります。では、そうめん作りましょう。1分半。OK。1分半でいきます。残り42秒。容赦なく1分半。はい、
きました。では、のろしを入れます。のろしを入れる。はい、完成です。のろしそうめんの完成。あとはキンキンに冷やします。では食べていきましょう。キンキンに冷やしていく。キンキンに冷やしていく。本当は3玉ぐらい行きたかったんですけど、2玉しかないので、2束しかないので、もうこれで我慢するか。よし、ではいただきます。うまっ、うまっ。ああ、これはたまらん。もっと冷ました方がいいですね。で、氷と氷の間に麺を合わせて、で、これを冷たいものをいただくと。うまっ。ご飯いるな。これ残ったスープでご飯も食べましょう。ご飯も食べます。うめっ。と思ったけど、スープ残らないな、これ、多分。トウモロコシが熱くてまだ取り出せない。これは絶対うまい。うめ。これおすすめ、おすすめできます。
そうめんに飽きた場合はこういうふうにして食べるとかっていうのはありかもしれない。そうめんの味変にはもってこいです。この中で金麦が一番ぬるくみ、ぬるい。この中で金麦が一番ぬるい。スープ余るか。うまかった。ごちそうさまでした。では地元のトウモロコシを食うコーナー。パ地元よ。行きましょう。いただきます。この辺あんまりいい出来じゃないね。熱い熱い。やっぱそこまで美味しくはない。トウモロコシはやっぱり一番大きいものが、大きいものほど美味しいの、トウモロコシって。それではここで終わりにしたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の最強ビール最強つまみもよろしくお願いします。失礼します。